はい、札幌占い日和さやまがしのことです。こちらはビフォーの状態で、これアフターですね。ブリーチを、しないで、グレージュカラーをしたいということで、ブリーチは以前ですね、モデルさんの方が、ちょっとですね、髪の毛が傷んでしまって、ですぐ色を抜けてしまったということで、ブリーチを絶対したくないとということで、ブリーチしないで、なるべく綺麗な透明感あるアッシュにしたいということだったんで、やってみました。で、薬がですね、スローカラー、モルトベーネのスローカラーの、14トーンですね、クリアの14トーン、それと、ブルーです。これが1対1の配合になってますね。で、オキシは 1.2 倍ぐらいになってます。これで、全体をシャンプー台の方で、ウェットの方がダメージ少ないですから、シャンプー台の方でウェットの状態で、この14トーンのやつですかね、14トーンとブルーの1対1のカラーを、根元5センチ開けて塗りました。で、今このモデルさんの状態は、シャンプー台から上がってきてる状態になりますね。で、今何やってるかというと、プラスですね、残液に対して、残液が1に対してですね、ブルーをさらに、足しました。で、オキシは足していません。で、根元の方をちょっとですね、ブルーを濃くして、塗っていくことによって、根元からのグラデーションを、作っていっております。で、根元の方はブルーがね、ちょっと多い感じなんで、根元の方が若干色が沈んで、毛先に向かってちょっと明るめのアッシュカラーになるような感じです。で、ブルー単体で使ってるのは意味がありまして、あんまりブラウンとかね、余計なものを使わないで、本当にあんま暗くしたくないってことだったんで、ブルーだけを使ってます。で、こちらの方はカットに入ってるんですけれども、前髪を伸ばしていきたいというふうにモデルさんが言っていまして、で、現在は前髪サイドというふうに分かれております。で、ここをですね、セニング、20% ぐらいのセニングなんですが、こちらの逆刃を使って、サイド前髪を、前髪の延長線上でサイドをつなげることによって、流れがつきますよね。それによって前髪と横のつながりが曖昧になるわけですね。これによって、前髪っていう、存在がですね、少し横の毛になってくれるわけですね。ということで、若干ウェイトが下がるような感じになります。これ通常のシザーでつなげてしまうと、ちょっと無理やりつなげてしまうんで、マッシュルーム見たくなってしまうので、あくまでも 20% ぐらいのセニングで、これはハイヤマカシのですね、ヘアリーシザーの R2 セニングっていう、これちょうどいい削ぎ率の、セニングの方でやっています。で、これ反対側パートがどうしてもちょっとやりづらいんですね。で、どうしてもこう内巻きに入るような、R 状にカットしていきたいので、こっち側がどうしても右利きの方はやりづらいんですね。なので、ちょっとこれはね、複雑っちゃ複雑なんですけれども、何度か見ていただかないとちょっとわからないかもしれないですね。これをスローで、静止していただいて、何度か練習していただくと、わかると思います。ちょっと難しい切り方かなとは思いますが、これで反対サイドの方の前髪とサイドがつながっていきますね、曖昧に。で、曖昧につなげてどんどん伸びていったら、今度はきちんとつなげていくような感じです。で、バックセクションのカットは、まずボンのブックボから上のですね、そちらの中間の方から、トップから中間にかけての方から切っていきます。ここでまずウェイトラインを決めます。で、下はその後ですね、とりあえずウェイトラインを決めて、まあ、モデルさんが髪伸ばしているので、アンダーはあんまり切れません。なので、まあ、基本的には中間のところですね、まず重さを決めていくような感じですね。はい、
でそのバックの決めたラインからサイドをつなげて、いきます。その時も上から毛束を持って切っているのでちょっと内側にねイングラになるような感じでカットします。なんでブラントで切っても意外とそんなにブラントラインが出ないんですね。最後の指をですね少し内側に曲げることによって髪の毛がずれますから、そのずれでラインがあまり出ないです、この切り方は。なんで、まとめて切ってるだけにカットもまとまるというような感じです。でコームのテンションはあまりかけないでカットしております。やっぱり細かくカットするとやっぱり細かくなるのでつながりがどうしても悪くなってしまうんですよね。なんですごくシンプルなカットに見えるんですが、これ非常に奥が深いカットになります。で、まあ本当にですねこのやり方を習得すると、まあ、5分ぐらいでカットはできるんですよ。5分から10分ぐらいで。まあさすがに5分から10分でカットしてしまうとお客様が怒ってしまう可能性があるんで、まあ何回もチェックしてですね切るんですけれども、まあ、本当にですね早く切ることができれば余裕も生まれますので、さらに細かいところお客様があともうちょっと切りたいとかもっとこうしたいとかそういう部分をもっと詰めていけることができますんで、そうですね、そういうふうに、シンプルなんですけどなるべくですねお客さんのこう1センチもしくは1ミリの部分まで追求できるようにベースカットはなるべく早くできるようにしております。そして、長持ちするような感じですね。ちょっと収まりが良かったりとかですね跳ねづらいとか、まあ、よく言われるのが後藤さんのカットは持ちがいいですねっていうふうに言われます。はい、まあ、持ちがいいのがいいんだか悪いんだか分かんないんですけども、まあたくさんのお客さん担当するにはねやっぱり長持ちしないとですね来店周期も僕あんまり早く来なくていいと思ってるんで、そうしないとたくさんのお客様担当することができなくなりますから、来店周期なるべく長くですねお客さんに、まあ髪の毛をですね喜んでもらえたらいいかなっていうふうに思ってカットしております。いろんなねカット方法があると思うんですけれども、まあ、いかにシンプルに切るかっていう部分が鍵かと思います。いろいろやればやるほどですねそれがマイナスに動いてきてしまうこともあるので、シンプルなカットが一番、究極なところかなと思います。まあ、僕もいろんな部分カットをね今までやってきたんですけれども、まあ、レザーカット、それから、ブロッキングを細かく分けて3セクションで切ったりとか、まあ、スライドカットなどいろいろやってきたんですけれども、まあ、やっぱりここにたどり着いたっていうのはやっぱり最終的にシンプルなとこですね。で、コンベックス、常にコンベックスの状態でカットするっていうことですね。で、この丸さっていうのがなかなか最初は理解できなかったんですけれども、まあ、自分でこう研究してるうちにやっぱりそのコンベックスの大切さっていうのが分かってきました。このコンベックスなぜ大切なのかっていうと、収まりですよね。やっぱりこれでも何ミリの世界なんですが、こちらで持ちが本当に良くなります。で、このコンベックスっていうのはやっぱりシザーじゃないと切れないので、やっぱりこのシザーカット、まあこのうちは R バーを使ってるんですけれども、まあこの R バーでやはりこう作れるカットかなと思っております。はい、だからノーテンションでやっぱり伸ばしたところに刃物を入れるっていうのはやはりですね、引っ張ってますからまた戻ろうとするんですね。それが跳ねてしまったりする可能性があるんで、基本的にそのお客様の癖を殺さないようにして、根元の方はなるべくドライの状態で、毛先はハサミを入れる場所はハーフウェットぐらいの状態で切るのが一番ベストかと思ってるんで、完全ウェットのカットっていうのは根元の癖が分かりませんから、ウェットのね仕上げではいいんですけども、やはりですねお客さんずっと髪の毛濡れてるわけではないので、いかにドライの状態に自然になれるかっていう部分ですね。で、やっぱハサミ入れる部分は多少ハーフウェットの方が髪の毛のダメージ防げますから、
そこは少しハーフウェットスプレーヤーで濡らしていただいたりした方が、髪の毛のダメージにはならないかなと思いますね。はい、で今ちょっと早送りでなったんですけども、これはつながりですね、枝毛とかをちょっと取るカットなんですけど、ダイバルタンっていう7インチのハサミを使用してカットしてました。はい、これですね。これがまあ今までね、他の美容室で切ってて削いである部分だったりとか、そういうところをこうヤスリがけのような感じで滑らかにしていく。あと生え変わりの毛っていうのは毛先が結構うねってますから、そういうのも拾って切っていくっていうような感じですね。それによってつながりがきれいになりますので、よりサラサラの状態ですね、表面のツヤ感が出て見えます。まあ、これはかなりね、何度も何度も入れていくと本当きれいになっていきますので、トリートメントカットっていうようなメニューで、やってもいいかなと思います。まあ、カットでね、ツヤを出すっていうことも一つできたらいいかなと思いますね。やはりどうしてもパサパサしてる毛、トリートメントやってもですね、一時的にしか持ちませんので、ね、ある程度カットでやっていくっていうことが必要かと思いますね。はい。この時もですね、いろんな方法があって、過去の YouTube 動画とか見ていただくと分かるんですけど、これもただ同じに切ってるっていうよりはいろんな方法が実はあるんですね。はい。で、どんどん新しいやり方が自分の中でも、まだYouTube でアップしきれてない部分もありますので、今後もね、ちょっと上げていきたいなと思っておりますね。はい、これでちょっとアイロンで少し内巻きに入れたんですが、若干モデルさん正面こう見てですね、左側ですかね、左側のウェイトが若干下がってるのが分かると思うんですけど、この左側の下がってるのを R2 セニング、先ほど言った 20% のセニングですね、これでリフトしながらカットするだけで、ウェイトが1センチ上がるんですね。 0.5 から1センチ上がります。それが非常に簡単にできるんですね。今これやってます。これでだいたいウェイトがですね 0.5 から1センチ上がります。で、これ1回じゃですねウェイトがあんまり上がらなかったのでちょっと上がりましたよね。でさらにもう1回やっていくんですね。はい、この辺はスローして見ていただいた方がいいかなと思うんですよ。これでだいたいですね逆の方のウェイトと同じぐらいの高さになったかなと思います。で少しですね、このモデルさんの骨格が違って、正面見て左側ですね、そこの骨格がちょっと潰れてて、そこがどうしても髪の毛が潰れて見えてしまうんで、そこだけ別にですね、また同じように R2 セニングで、リフトしながらカットすることによって、全体のシルエットがちょうどよくなりますね。はい、まあ、引いていくような感じですね。でこちらの方が、仕上がりというか、終わった状態です。ブローは簡単にアイロン入れたぐらいなんですけれども、はい、ウェイトの下げたりウェイトを上げたりっていう部分も簡単にやり方があってできますので、そこができればもう本当に簡単です。で今回ですねカラーの方持たせたいということだったんで、非常にモデルさんからも色抜けないんですかってことなんかも聞かれて、でその色持ちさせるためにじゃあ何が必要なのかっていうと、このヘナジェルとヘナウォーターっていうのがあるんですが、こちらをつけていただければ色持ちがします。でトリートメント、これは2年ぐらいかかって、制作されたものなんですけれども、このトリートメント自体がですねかなりですね、本格派というか、本当にですね、髪が良くなると、そういうようなトリートメントになってますね。よく変わらないトリートメントって多いと思うんですが、このヘナジェルとヘナウォーターに関しては本当に結果が出るトリートメントだと自信を持って言えます。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。ハイヤマが仕事でした。